フランクロス・マッコイはアメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍の将校として、米西戦争や第一次世界大戦期に従軍した、ほか、1923年の関東大震災では救援作戦の指揮をとり、1932年にはリットン調査団にアメリカ代表として参加した。1938年に陸軍を退役し、後に、 外交政策協会会長や極東委員会議長を務めた。1874年、ペンシルベニア州ルイスタウンに手生を受ける。18世紀頃に渡米した北アイルランド系移民の家系であった。父、トーマス・フランクリンは、米北戦争及び南北戦争に従軍した、福音兵で、また祖先をたどると、多くのアメリカ独立戦争従軍者がいた。 父の軍歴に憧れたフランクは、両親の反対を受けつつも、軍人を志し、1893年6月に陸軍士官学校に進学した。訪日したリットン調査団。右から2番目の米将校が、マッコイ1897年に陸軍士官学校を卒業して、騎兵上位に任官する。最初の配属先は、第8騎兵連隊だった。 その後は、第七騎兵連隊にも務めた。米西戦争勃発後には、第十騎兵連隊に配属され、1898年6月に、キューバ戦線へと派遣された。7月1日、サンファンヒルの戦いにて負傷。回復後は、本土にて連隊に復帰する。終戦後の1899年4月、再び第十騎兵連隊はキューバ枚と派遣された。 その後、キューバ軍政長官、レオナルド・ウッド少将の副官に任命され、財政政策に関する業務を担当した。1902年、セオドアル・ウズベルト大統領の顧問の一人に選ばれる。1903年8月から1906年2月、ミンダナオ軍管区長兼諸州知事に就任した、ウッドのもとで副官を務める。この間、アメリカ軍が長らく追っていた、 モロ族の指導者、脱アリを倒した、マララク側の戦いなど、敵対的なモロ族勢力との戦闘を指揮した。1906年中頃に帰国した後、キューバ暫定知事を兼任していたウィリアム・タフト、陸軍長官の顧問を経て、12月からは、ルーズベルト大統領付の上級顧問に指名され、1908年まで、務めた。この時期には、 第14機兵連隊に所属を移していた。1907年10月から1908年11月まで陸軍戦争大学に出席。卒業後は第3機兵連隊に勤務。1911年から戦争省参謀本部に勤務。1914年6月から東部軍管区司令官となっていたウッドの下で副官を務め、その後は第3機兵連隊に戻って、 アメリカ・メキシコ国境の警備任務に従事した。1917年にはメキシコシティに派遣され軍事顧問を務めていたが、アメリカの第一次世界大戦参戦を経て、マッコイもヨーロッパに派遣されるアメリカ外政軍に参加することとなった。エイフにおける彼の職は、ジェームズ・ハーボードエイフ参謀長付副官権イフ司令部付参謀本部事務官だった。その後、 第165不評連隊や第63不評旅団などを率いて各地の激戦に参加。1917年には書籍プリンシプルズオブミリタリートレーニングを執筆した。1918年11月の休戦後はエイフ輸送責任者などを務めた。1919年、ハーボード大将を率いるアルメニアへの軍事施設団にて参謀長に指名された。 11月に帰国した後、本土各地で参謀将校として勤務した。1921年にはフィリピン、諸島特別調査団の一員としてフィリピンに派遣され、フィリピン軍政長官となっていたウッド将軍の下で民政担当技術顧問に指名された。1923年には関東大震災における救援作戦の指揮を取った。 1925年に帰国した後、本土にて、第三不評旅団及び、第一野戦砲兵旅団の指揮を取る。その後、カルビン・クーリッチ大統領の命を受けた、特別代表権選挙監督として、ニカラグアに派遣され、帰国後の1929年には、ボリビア・パラグアイサモン委員会にて議長を務めた。同年9月には少々に昇進し、第4軍団管区司令官に就任。 1932年2月、ハーバート・フーバー大統領による指名を受けて、満州事変に関する調査を担当する、リットン調査団に、アメリカ代表として参加。1933年に帰国した後には、第一騎兵士団長を務める。1933年10月から第7、軍団管区司令官を務め、1935年2月には、第6軍団管区司令官権。 第2軍司令官に就任。1936年5月からは、第2軍団管区司令官を務め、1938年1月からは、第1軍司令官を兼任。そして、ジェームズ・ケーパーソンズ将軍に司令官職を引き継いだ。あと、同年10月31日に陸軍を退役した。1939年9月、ヘンリー・スティムソン陸軍長官の推薦を受けて、 外交政策協会会長に就任。1941年には、真珠湾攻撃に関する調査を担当したロバーツ委員会にて委員を務めた。1942年には、東海岸に潜水艦で上陸したナチスドイツ工作員らの処分に関する軍事委員会の議長を務めた。1943年には、陸軍省調達審査委員会の議長を務めた。 また、終戦後の1945年からは、極東委員会議長を務めた。1954年6月4日、ウォルターリード陸軍医療センターにて死去。マッコイは、アメリカ軍人として、陸軍主君賞、2つのサイテーションスターを受賞している。マッコイハウス1973年、彼の成果が、マッコイハウスとして、歴史登録罪に指定された。 彼の著作物はアメリカ議会図書館に所蔵されている。ありがとうございます。